今回は8月9日にカード追加されたノーマル源の呼び地下を紹介するよ。計略は地球音のダメ号令6カウントための後、無力プラス4が11カウント。ダメ計略にしては、地力依存 0.4 と低め。三国志のレアリクソンを式4にしたような内容やけど、8コス中の2コスが一番後ろから上がる陸譲るに対し、源の頼近は9コス中の 1.5 コス。スペックも、7分の5伏兵と高齢持ちとしては上々やね。ダメの分式4としては、高い性能で、しっかり打てれば、同時期待の計略で抑えるのは難しいから色差が取りやすいのも特徴的に感じたよ。親父、すまない。やれ、うわよ貴様、ラオナイル。クソ、下がれ、うわよ。計算を間違えました。切られる時が来たか。体勢を立て直す。一の型流派発動。一の型貫け。主に去るな。敵を斬る。我らが炎にて敵軍を焼き尽くせ。うわぎゃー、出やれ、うわよ、出やれ。計算を間違えました。出やれ、うらよ。放て、放て。親父、すまない。ここまでか。放て。そんな。くそ、下がれ。前期解放。こんな感じで、式4で、相手の大型計略を引き出せる性能しとるよ。今回は、うまく噛み合って、大海まで使わせられたね。放て、うわよ、放たれて、うわよ。体勢を立て直す。うわぎゃー、流派発動。二の型度合いだな。放て、放て、放て。主に去るな。敵
我らが炎にて敵軍を焼き尽くせ。化け物め。くそ。バコに。敵陣はどっちだ。流派発動。三の肩。横に展開する。敵の弓兵を始末する。雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。うわよ。すまねえよ。ここまでか。うわよ。おはよう。全ては救える。ランってのは生きるための戦いだ。貴様こりゃ出世の道も見えてきたな。範囲も広くて、本人のコストや時期的にバラデッキのサブ攻略としての採用もありやと思っとるよ。任されたこの戦場を戦い抜くのみ。己が強く敵を恐れる必要などない。消えろ。もう逃げろ。貴様、名を名乗る。やってしまった。やる。消えろ。うわよ。やる。うわよ。こんなもんだ。やる。前。おやじ、すまない。うわよ。うわよ。ぬわぎゃ。出世の道も見えてきたな。魂はここに置いていく。逃げるが勝つってな。流派発動。一の肩。流派発動。一の肩。うわよ。時が来たか。体勢を立て直す。
敵陣はどっちだ？ふむほう！ふむほう！こういった変速チャージは戦闘参加が遅れても影響が小さい低コストやからこそと思うし、ここも強みかな。主に逆らい敵を切る。石杖系は連打ができへんから高いラインで打たせて見越して再起する安定した勝ち方を目指すよ。賢い可愛いよりいちか。進め。魂はここに置いていく。流派発動。三の肩。消えろ。ご視聴ありがとうございました。個人的に採用な手軽なスペック込みでかなりありがと感じた1枚やったよ。賢い可愛いよりいちか。